お菓子の家作ってみた。イエーイ。おい、かわいい。かわいい。うまい。うまいですよね、これは。せーの、ぴょんすき。こんにちは、健太郎です。こんにちは、みやです。こんにちは、田中乃和です。こんにちは、伊藤渉です。今回の企画は、お菓子の家作ってみた。イエーイ。はい、今回はハロウィン直前ということで、こちらの大量のお菓子を使ってお菓子の家をみんなで作っていきたいと思います。イエーイ。マジで多すぎてテンション上がる。やばいね、お腹空いてきた。美味しそう、ね、そして今回はハロウィンということで、私たちも仮装してみたいと思います。イエーイ。仮装、はい、仮装わかる。はい、じゃあ早速着替えていきたいと思います。イエーイ。はい、ということで僕たちも毛が終わりました。なんかいいね。いや、なんか似てるな、結構。なんか似合ってるよ。似合ってる、やばいね。結構似合ってるよ。これはどこからどこがケンケンだ。これは黒とこの青が僕ですね。これはここまでが僕です。おう。はい、では僕の彼女から呼びたいと思います。はい、みやたん来てー。はーい。かわいい。待って、かわいいじゃん。え、めっちゃかわいいじゃん。ありがとう。似合ったよね。ありがとう。ハロウィン決定だね、これで。あと俺囚われてるから。はい、じゃあノアちゃん呼びたいと思います。はい、お願いします。お願いします。ノアちゃん。じゃん。え、もう何、うざいでしょ。かわいいやん。何のコスプレ。ハーレークイーン。ノア、ジョーカーとハーレークイーンやりたいって言ったやんか。ごめんなさい、なんか気づいたらこれ着てました。なんかノアたちさ、結構張り切ったのに。そうやね。なんかでかすぎ。あと、ごめん。何は、ちょ、料理できない。チョキしか料理できない。そう。まあ、ケンタロウくんはまだまあ手が2個あるからさ。そうそう、4つあるやん。ちょっとノアもこれでもネタちょっと狙ったのに。なんかそれ以上ネタだろ。ネタじゃないでしょ。これネタじゃないでしょ。それ以上いかれたな。それでは早速お菓子の家を作っていきたいと思います。イエーイ。イエーイ。せーの、スタート。じゃあ作っていきますか。はい、じゃあまずはウェハースで土台を作りましょう。はい、そうしましょう。よっしゃ。いいですか。はい、いいですか、牛さん。はい。あ、宇宙人にさらわれた人も。はい、あ、いきますね。2人なんだ。あの、何しに来たん。一応本当に2人なんだ。なんかあれやん、ウェハースめっちゃ美味しそうよね。食べたいよね。あ、無理ですよ。え、1個ぐらいもらってもいいか。無理ですよ。牛さんは食いしん坊なのね。そうです。そう、階段作るよ。あそこ、あ、これなんか細長ない、これ結構。え、ちょ曲がってるよ、ここ。うん、多分曲がってる。曲がってる。あと細長くない。そうそうそう。なんか家なんこれ。ちょっとなんか、なんかな、引っかかんな、ちょっと。なんか引っかかるよな。牛と宇宙人。うん、牛と宇宙人が何ほざいてるの。細長い。1個そこなくしたらいいんちゃう。その3列にしたらいいの。あ、そういうこと。ほっとも家。よっしゃ。なんかちっちゃくない。わかりにくい。まあでもさ、ちっちゃくていいんちゃうかな。いか。で、もう足俺だって足閉じたいよ。同じこと言ってるよ。もう待って、もうじゃなくてつまみ食いしてます、この人。多分牛チョコダメやで。あ、ダメなの。ダメだと思う。そうなる。なんかさ、食べてさ、寝たら牛になるのか。うん、もともと牛やから大丈夫だと思う。寝てるよ。牛なってるやん。もう元からやっちゅうの。元からやっちゅうの。じゃあこの間にミヤは15枚のサブレを並べる。あ、ありがとうございます。あ、いいんちゃう。一旦固めてみる。うん、一旦こんな感じで。あ、この子いらん。壁を作ったので固めます。じゃあ次は前後の壁を作っていきましょう。はい。よし。チョコの消費量やばいな。やばいね。前後大変。壁だけ大変だな、これ。あ、まだ作り方がちゃうの。そうなんですよ。さっきは15枚作ったんですけど、次は3333で9ですね。ちょっとまあミヤに任せます、それは。よっしゃ、頑張ってこう、みんな。
オッケー、頑張っていこう、うん、やる気だけな。何を頑張っとう、やる気だけ。ケンケン、俺ら頑張ってマジで応援しよう、うん、マジで応援しよう、マジやる気出させよう。応援だ、ありがとうございます。そういえば、おとつい、はい、大阪デートしたんです。あ、見ましたよ楽しかったよ。ユニバでしょ。ユニバと、まあ、2日目はあのノアのパパのお店に行ってご飯食べて。何屋さんなの？日本食屋さん。へー、美味しかった、めっちゃ。そう、行ったので、そのお父さんに会ったってこと？会った。どうやった？で、なんか結構似てた。ね、めっちゃそっくりちゃう。めっちゃ似てた。マジで似てるよな。初めて会ったの？初めまして。あ、そう、そうなんや。あ、どんな会ったんだけど、どんな感じやった？真顔でずっと黙ってた、うん、なんか緊張しちゃうよな、カッチコチ、うん、マジで何も喋らなくて。マジで？で、パパが結構なんか笑かせようとしたらしくて、うんうん、関西人やし、めっちゃダジャレっていうか、なんかもうボケをかまして、うん、3回ぐらい、うん、もうずっと真顔で、うわっ、気まずくてどうしようと思って、なんもなんか笑いながらこうチュッて渡る顔を見て、うん、笑ってない、どうしようと思って。え、待って、そんなこと言ってた？うん、マジでほんまになんか、ちょ、なんでやねんみたいな感じのいつもノリで、うん、パパと仲いいからさ、うん、そんな感じのノリで話してたら、渡る君の方パッて見たら、なんか緊張して気づいてないやん。かな。マジでおもろかった。コミュ障なんかなって思った。うぶだね。え、もう普通にめちゃめちゃ緊張してた。緊張してたんや。緊張するよな。わかる。え、でもそりゃそうやんな。いや、もうケンケンのパパに会ったよ。似てたよ。あ、に、あ、そのな。会ったよ。だから、あ、ててて、ご飯行ったよ。ご飯行った。いいな。一緒に行かしてもらって。でも普通に喋っとってね、緊張しなかったろ。え、なんか思ったより明るすぎて、うん、あ、やっぱね、なんかちょっとやっぱ似てんのよ、性格が、ケンケンに。だから話してて楽しかった。え、やっぱさ、その似てるんかな。いや、似るんちゃう。似るか、そりゃ親やもんな、うん。じゃあ次は前後のこっち、はい、縦の部分、うん、の玄関、玄関と後ろ。 OK、 わかったの、うん、装飾していきまーす。ほら大型が出るで。え、みんな何型？お、おとりくん何型？当てたい。 AB、 A、 A 型。おえ、 AB、 A 組え、ノア A 型だよね。ノアは A 型って言われたけど、 A 型って思う？ A 型っぽいよ。いやー、たまに O 型かなと思ったりする。そう、たまに O 型。だから AO なんじゃん、AO。でも AO と AA があるやん。うん、AO なんじゃん。 AO なんかなのは、うん、え、でもそれめっちゃ言われる。だからハイブリッドって感じ。何やかわ、上手、いいじゃん。ケミヤ足りる、それ。ケミヤ足りる。ケミヤも書いてくれるんやね、ありがとう。はい、行けました。はい、できた。バトルのケミヤ、めっちゃ可愛い。ここまで完成しました。お疲れ。すごい、ね、いろいろあったけど、ここまでね、まあ、うん、できたんで、今から屋根に色をちょっと足して、はい、最後の完成にしたいと思います。はい、しましょう。じゃあ何色がいい？ピンク。ピンクでしょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと。あ、かわいい。え、うまい。うまいですよね、これは。完成。イエーイ。完成したぜ。頑張りました。ね。いや、マジ頑張った。ね、マジ頑張った。マジで、マジ頑張りすぎた。頑張りすぎた。マジで。うん、なくない？うん、最初から最後まで全部やったから。結構頑張ったね、うん、俺ら。何もしてないんですよね、本当に。違う、頑張ったな。ということで、今回はお菓子の家を作ってみました。イエーイ、楽しかった。めっちゃ楽しかったです。楽しかった、うん、美味しかった。ハロウィンを味わいましたね、うん、ね。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。それでは、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、気を付けの最新話はこちらから。また見てね。バイバーイ。